クワクするけれど、おっかなびっくりするけれど、旅に出かけりゃシンドバッド、いつかはそいつも思い出さ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いて出る。どこか知らない知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いて出る。どこか知らない知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。バットは怪我をした漁師のジュデルさんの仕事を手伝いながらバクダッド行きの船の来るのを待っていました。網を投げないっていうのがアラーの神に誓ったジュデルさんのやり方なんだ。僕はジュデルさんの代わりに魚を取ってるんだから、その誓いは守らなくちゃいけないんだ。つまんないの。人魚
の果物です。こんなにたくさん、まあ落ちないように網までかけてくださったのね。いや、それほどのことじゃ。もっと必要ならいくらでも持ってきてあげますよ。いいえ、本当にどうもありがとう、シンドバッド。はい、これはお礼です。なんです、それは。果物をもらったお礼よ。これは海の宮殿からあなたに持ってきたんです。だけどこんなものもらっては。果物のお礼よ。さようなら、シンドバッド。あ、待って。さようなら。人魚さん。してるんだ。これはジュデルさんのものだ。あらやだあらやだ、私も知らない。もしもし、わしじゃ。何か大変なことが起こったんだって。あ、パン屋さんが来ましたよ、ジュデルさん。あ、シャリムさん。いや、一体何が。お、その宝石は。それで困ってるんですよ。シンドバッドがまた人魚にこれをもらってきたんです。間違いなくみんな本物です。それにしても見事な宝石をお持ちで、失礼ですがどちらで手に入れられました。ええ、もらい物なんですが、くれた人の名前はちょっと。おお、しかしそれでは。あっ、おっ、これは一体。やつらが宝石泥棒です。早く捕まえてください。何をなさるんです。待ち伏せにかかるとはバカなやつめ。僕たちは泥棒じゃない。何を言うか、一月前に王様の御殿の蔵から宝石が盗まれたんだ。お前たちがその一味だろう。違う違う、この宝石はそんなものじゃない。あ、うわ、おい、これね、どうも話が上手すぎると思ったのよ。王様、蔵を荒らし回った憎き泥棒を引っ立ててまいりました。こやつらが泥棒か。憎きやつ、余がその首はねてくれよ。お助けを。私たちはパン屋のサリームとシンドバッドと申しまして、泥棒なんかではございません。そうです、あの宝石をよく見てください。何、宝石。おお、そうじゃ、わしの宝石は無事かな。はあ、ここに。おお、戻ってきたか。ああ、これは、いや、見事なこ。しかしこれは世の宝石ではない。なんと。それではお前たち、この宝石をどこから手に入れてきた。さっきから言おうとしてたんです。その宝石は実は。申し上げます、漁師のジュデルという者がお目通りを申し出ております。え、ジュデルさんが。バカ者、今はそれどころではないわ。それが宝石泥棒の事件についてぜひ申し上げたいことがあると。なんだと。あ、すぐ呼べ、こやつらの仲間であろう。おお、シンドバッド、サリームさん。あ、ジュデルさん。そやつも仲間じゃ、知っとらえろ。何をなされそう。待ってください、王様。僕たちが泥棒じゃないことはもう分かったでしょ。
妖から取ったものでないことは分かった。しかし泥棒でないならどこで手に入れた？だからさっきから言おうとしてたのに。これは人魚からもらったんです。人魚だと？そんなおとぎ話で世を騙そうとするとは。ああやはりこやつらはクセ者じゃ。何がおかしいんですか？嘘だと思うんなら僕と。ブレモノ、お願いです。僕と一緒に人魚に会ってください。面白い。おとぎ話に首をかけると申すか。よし、そこに世を案内せい。わかりました王様、ご案内しましょう。そして人魚に僕の言ったことが本当だと証言してもらいましょう。僕のためにご迷惑をかけてすいません。絶対に疑いを晴らしてみせますから。よし、それまでお前たちの命は預けておこう。だがよいか、もし人魚がいなかったらその方らの命即刻もらい受けるぞ。人魚さん、人魚さん、人魚さん。どうじゃ、人魚は出てきたか？いえ、それはまだ一向に。こりゃシンドバット、人魚は怖がると言うから世は隠れておるんだぞ。ああ弱ったな、人魚は来ないし。シンドバット、シンドバット、いないわねえ。どこにもいないのよ。そうか、困ったな。何をやったの？王様、本当に人魚がいるとお思いなんですか？いまいましい、奴は世を騙しおったのか。人魚さん、もうたくさんじゃ。あやつに重りをつけ、海に放り込め。どこにも逃げられないよ。重りはしっかりついてるな。大丈夫、破天荒ありません。よし、乗り込め。大丈夫、助かったのよ。あ、人魚さんが助けてくれたんですね。本当にありがとう。僕もうダメかと思ったのに、人魚さんのおかげです。シンドバッド、どうしたんですの？ところで、ここは一体どこですか？シンドバッド、あなたには言いましょう。ここが人魚の入り江なの。え、ここが？でも、人魚がちっともいませんね。ええ、それはあなたがいるからなの。え、僕が？私たち人間に姿を見せないことにしたのよ。どうして？シンドバッド、あなたは別だけど、人間は私たちを見ると物珍しそうにすぐ捕まえようとするわね。だから私たち人間には近づかないことにしているの。そんなに気にしないで。あなたにこんなこと言うつもりはなかったのよ。ああ、僕は命を助けてもらった上にまた無理なことを頼まなければならないんだ。無理なことって？実は人魚さん、あなたに人間に会ってもらいたいんです。え、あの宝石が人魚さんからもらったものだということが証明できないと、僕の友達二人の命が危ないんです。お願いです、王様に話してください。宝石はあなたがくれたんだっていうことを。人魚さん。ありがとう。
こら、ここをどこだと思ってるんだ。うっ、乱暴するな。王様に会いたいんだ。王様は忙しいんだ。今宝石泥棒を取り調べている。お前なんぞに関わり合ってる暇はないんだ。帰れ。ああ、よかった、間に合ったのか。何が間に合っただ。さっさと帰れ。ちょっと待ってくれ。なんだ騒がしい。いや、お前はもう化けて出てきよったか。早いやつめ。隊長さん、僕急いで王様に会いたいんだけど。喋った。皆の者、これはシンドバッドの幽霊だ。早く追っ払え。それじゃ、これがあの。さあ、だらしないな。よし、これはすごいぞ。王様、出ました、シンドバッドの幽霊が。え、シンドバッドか。シンドバッドの幽霊だと、バカを申せ。衛兵隊長は人形を信じないくせに幽霊を信じるのか。しかし、ここの目で見たのですから、間違いなくシンドバッドでございます。王様に合わせろとか言ってましたから、もしかするとここまで入ってくるかも。うわ、出た。これは。そちは、正真正銘のシンドバッドか。ちゃんと生きていますよ。ほら、足だってあります。貴様、どうやって。人魚に助けてもらったんです。なんと。本当なんです。実は人魚があの岩場で王様がいらっしゃるのを待っているんです。うるさい。この後に及んで何を言う。魔法使いとして処刑じゃ。王様、シンドバッドを処刑なさるならその前に私の首を。私の命もお召しください。この国の民として王様が間違った裁きをされるのをこのまま黙って見てはいられません。王様、衛兵隊長、出発の用意じゃ。はっ。しかしどこへ。幽霊の後は人魚じゃ。王様、大丈夫ですか。うるさいわ。お前は人魚がいなかった時の心配でもしとればいいわ。ああ、それにしてもまさか岩登りまでさせられるとは。さあ、よいしょ。ないのか。王様、宝石をいただいた人魚さんです。はじめまして、王様。おお、聞きしに勝る美しさ。シンドバッド、すまなかった。お前の話は本当じゃった。それじゃ無罪ですね。ジュデルさんもサリームさんも。ありがとうございます。王様、あの宝石は私がお礼にあげたものです。その証拠に海の宮殿からあれよりも大きい宝石を王様に持参いたしました。おお、なんという立派なダイヤモンド。このようなものとは思え。もっともこの宝石がいくら美しかろうと到底そなたの美しさにはかなわん。しかしそなたのように美しい人魚がなぜ今まで人目につかなかったのじゃ。人魚は人間を避けているんです。捕まえられるのが怖いんです。王様、お願いです。人魚を捕まえたりしないでください。そうすれば人魚はまた人間の浜辺に遊びに来るようになりますわ。よし、わかった。わしも王じゃ。そんな奴がいたらすぐに首をちょん切って。いや、今のは冗談じゃ。天も聞け、今日から世の国では人魚に害をなす者はいないぞ。世は全国民に代わってそれを誓い、全国にそれを告げるものなり。お？わあ、来たか来たか。存分に遊んで行け。これでやっといくらかご恩返しができましたね。ご恩返しだなんて、私たちの方がよっぽど。ねえ、シンドバッド。うん。
私たちこれでいつでも会えるようになったわね。ダメなんだよ、僕はバグダッドの人間なんだ。もうじきそこへ帰るんだ。そうなの？でも私あなたのこと忘れないわ。僕だって忘れるもんか。さあ、それを持ってそれぞれ帰るがよい。私はいりません。私もです。宝石がこんなにあっても私どもには使い道はありません。結構でございます。ならばどうするんじゃ。三人で相談したんです。これは王様に捧げます。国の宝にしてください。そちたちの気持ちも知らずに申し訳ないことをいたした。末永く国の宝といたそう。ところでジュデルとサリーム、そちたち二人は世の過ちを未然に防いでくれた。どうじゃろう、二人とも大臣として世を助けてもらいたいと思うのじゃが。いえ、そうもございません。いやいや、そちたちの心優しさこそこの国に必要なのじゃ。頼むぞ。はあ。それからそちにはバグダッド行きの船を黄金と共に進ぜよう。え、本当ですか？それじゃ勝手ですけど、黄金の代わりに果物をください。何、果物でよいのか？はい、バグダッドへ果物を運んで商売をしたいんです。僕は商人なんです。バグダッドへ向かって出発だ。知ってやる。